三栄ワーク住吉スポーツセンター初の大阪大会を迎えました。椿原と黒田アンダー55キロスーパーバンタム級の一戦です。篠原選手、この両者も速いですよね。そうです、お互いスピードあってアマチュア時代から強いんで、注目の試合ですね。さあ第1ラウンドが始まります。20歳の椿原、そして21歳の黒田雄斗です。赤のグローブ、そして赤の髪の毛、椿原達也です。青のグローブで今ピクッとフェイントを見せていく黒田雄斗。篠原選手は、黒田と同い年ですか。98年生まれの21歳、はい、割と昔から名前を聞いている選手ですか。そうです、アマチュアの時も体重は違うかったんでやることはなかったんですけど、アマチュアの時代から一緒に大会とかに出てました。あ、そうですか、はい、椿原はどうですか。椿原選手は僕は違う団体やったんで一緒の大会には出てないんですけど、アマチュアの時代からやってると思うんで、はい、この椿原選手はアマチュアの戦い方がいい意味でいいという変則的というか、はい、それが強い部分だと思うんですけど、はい、黒田選手は結構正統派な戦いをするんで、それがどう噛み合うかなという感じですね。その椿原のアマチュアのっていうのはちょっと詳しく教えてください。そうですね、手数が多くてでパンチもらった返しとかのがなんか変則的ですね。ローキックから返したり、はい、パンチと蹴りが同じ感覚で出せるんで、そこが強いかなと思います、ね、なるほど。石川さんどうですか、そのあたりは。そうですね、ノンストップ、なんですよね。椿原選手のステップがで、それでパンチも蹴りもどっちもいつでも出せるんですよね。この助走をつけるかのようにステップのまんま体重乗っけるんですね、いつでも。はい、キックです。ただ黒田もこの一撃一撃非常に正確なものを持っています。そうですね、黒田選手はこの、ね、ロングリーチを生かして蹴りで止めたいんですけど、はい、この椿原選手がね本当に動き回るので捉えられない、リーチで捉えられないっていうのが今ね今の序盤の展開かなと思うんですよね。このスーパーバンタム級アンダー55キロで言いますと比較的両者身長が高い方です。椿原は170、黒田は174と両者リーチはある中です。椿原からすると若干やりづらさはあるかもしれません。自分よりも大きい、そしてリーチの長い相手と戦う経験は少ないというふうに語っている椿原達也。ステップを踏みながら飛び込んでくる、黒田選手が入っても椿原選手がバックステップして動き回っていなくなっちゃうんで、はい、なかなか、攻撃をどの攻撃をしたらいいかなかなか迷ってしまっている展開かなと思いますね。そうですか、はい、黒田がプレッシャーかけようとして、ああ早い椿原。そう、本当にそのぐらいノンストップなんで、入れば下がるし攻撃出せば回るしで、ちょっと迷ってると思いっきり突っ込んでくるし。そうですね、椿原選手最後自分の攻撃で終わってるから印象がいいですね。さあここはいい印象という形になりました椿原達也です。いや南川さん、はい、やっぱレベルが高いとなってくるとこう見る方もじっくり見ないといけないですね。そうですね、本当一瞬で決まりそうで、椿原選手も確かにその本当冷静に黒田選手の攻撃を対処しているイメージすごい顔とかも落ち着いてる感じしますね、はい、ここもいい形を作って終わっていくというのをしっかりとこのラウンドでも徹底してくる椿原です。ただこの第2ラウンドに向けて石川さん、また両者何か策は変えてくるっていうことになりますよね。そうですね、椿原選手は多分このままの作戦で行くんじゃないかなって気がしますね。黒田選手にとって変化をちょっといかないとこの椿原選手を捉えることができないっていう、攻めあぐねちゃってますよね。あ、はい、その原因は椿原選手のスピードステップですね、はい、椿原がプロになってから敗れているのは3人です。久村正志、郡司泰斗、青志、この3人です、まあ、逆に言うとこのレベルにしか負けていません。そうですね、黒田からするとその点で言うとチャレンジになるという点はあるかもしれません、この椿原を破った3人と肩を並べることになります。黒田
そうですね、あの蹴りがね、いっぱい単発でやめずにね、蹴れるといいなと思うんですよね。いっぱい蹴ることによって一発だけだと椿原選手も受け身しながら回っていなくなっちゃうんで、はい、何発も蹴ることによってだんだん腕痛くなったりとかね、いっぱい蹴れるといいなと思うんだけど、いっぱい蹴らせてくれないんですよね。その蹴らせてもらえない要因っていうのは、一発目蹴ったとしても当たったとしても2発目の時にはもうその場にいないんですよ、はい、うん、それも動いていてと。そうですね、はい、近い距離はゴツッと横から殴りつける椿原。ステップを踏んでリング中央で椿原、まあ、ここも動きます。黒田選手はもうちょっとフェイントとか入れた方が当たりやすいと思いますね、うん、頭を動かすんで椿原選手、はい、そこに打つっていう感じですね。フェイントはそれはパンチでも蹴りでもどちらでもですか。そうですね、フェイントかけて動かしてから攻撃するっていう方が当たると思います。なるほど、椿原選手反応するんで全部の攻撃に、はい、逆にそこを狙っていった方がいいかなと思います。うん、右、さらに連打連打連打、さあこれが椿原だな。今のが椿原選手の個性なんですよね、チャンスだと思った時には一気に行くんですよ。もう止まらない連打を持っています椿原、うん、出入りをやめずに、でいいのが当たった時にはね、まとめて、そしてまたいなくなっちゃうという。さあ左ボディ、そして右のストレート入ってくる。じわじわとペースを握っていくか椿原。さあ黒田もこう打撃を出しますが、ちょっと距離が遠いか。黒田も距離を取ってからもう一度踏み込もうとしますが、また椿原が、いや右飛び込んで、さらに背後返す。椿原選手、あの右のかぶせのフックいいですね。右フック、うん、結構当たってるんで。左のミドルをバチンと打っていった黒田。ただまあしかし椿原もここは簡単にクリーンヒットは許しません。残り時間20秒というこの第2ラウンドです。サウスポーにスイッチ黒田、戻しましたオーソドックスです。ちょっとプレッシャーを感じているか黒田、前にもなかなか出られなくなってきました。膝いいですね黒田。そしてハイキックは椿原です。第2ラウンド終了、うん、いやどうでしょう石川さん、かなり椿原ペースになってきましたか。そうですね、やっぱこんだけ身長差があれば、本当は試合運びを展開を有利に進めることができるのは黒田選手なんですけど、やっぱり先手先手に動いてくるのが椿原選手なので、やっぱりどうしても後手後手で椿原選手の攻撃に合わせて動いてしまってるっていうのが黒田選手のちょっと今ネガティブなポイントかなと思いますね、うん、はい、だから何でしょう、ちょっと引退した名選手というけど佐藤義弘選手、はい、佐藤義弘君なんかは常に自分からコツ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 ジャブとローと蹴りと膝やってましたよね。そうでしたね、はい、やっぱ先手先手なんですよね。どんな相手に対しても同じだったんですね佐藤義弘君は。そこで頑固にですね、はい、うん、こう上すばしっこく動く相手に対しても蹴りながらジャブをつきながらプレッシャーかけてっていう展開だったと思うんで、自分からっていうところがね、一つポイントになるかなと思いますね。黒田はその自分からというところ出せるか、この第3ラウンドです。ちょっとフェイントは使っている黒田です。先ほど篠原選手からフェイントというお話はありました。そうですね、椿原選手は自分の戦い方を3ラウンド通してずっとできるっていうのが強みやと思うんで、でも2ラウンド行くとこは行って見せ場を作ったと思うんで、黒田選手もその見せ場を作りたいですよね3ラウンド。右に飛び込む黒田、さあ椿原の膝で、好きなことをやってる今ね。そうですね、篠原選手が言ったように好きなことをやり続けてるのが椿原選手ですね。近い距離でも椿原動じません。椿原もサウスポーにスイッチしながら、もう一度右出てきたところに黒田、その進行を食い止めるかのように。
いや南川さん、はい、先ほどのバンタム級の一戦もそうですけれども、はい、やっぱりレベルが高くなると簡単にダウンというのは奪われてこないですね。そうですね、やっぱりかなり拮抗しているので、まあ、逆に言うと一瞬でも距離を抜けないんでしょうね。その一瞬がどこで生まれるかと、はい、ああいう打ちの時でも椿原選手の頭の位置がいいんで黒田選手はもらってしまうんですね、パンチを。ああ、なるほど。さあ右を振り回します、黒田です。もう一撃いくか椿原は。ちょっとガードを、うん、黒田選手がどんどんねアグレッシブになってきましたね。そうですね、椿原選手負けない手数になってきたんで、近い距離から一度距離が来ます、うん、ラスト1分まだ試合動く可能性ありますよ、はい、あの黒田選手がね膝に腹を、膝を腹にやってるんで、それが効いてくると腹を警戒する。そうなったところで顔面が開く、そこに顔面に膝が当たれば一発でということありますからね。早い、よっしゃ、この一撃カミソリのようなパンチ、そして膝、相手の肉を削ぎ落とすかのような、そんな攻撃を両者持っています。ちょっと距離を取っていくのは椿原の方か、黒田も下がらなくなりました。プレッシャーをじっくりとかけていく時間が出てきたこの第3ラウンド。K1 グループでの初勝利を挙げたのが前回のリュート戦です、黒田優斗。なんとか2勝目を狙いたい椿原としても、タイトル戦線に戻るためにここでつまずいているわけにはいきません。さあこの試合も残り時間わずかだ。印象取れるか、ハイキック、そして右のフック、ここで3分3ラウンド終了。椿原はちょっと不満そうな表情か。そうですね、おそらく3ラウンド目黒田氏が前に出てきたので、はい、それによって若干椿原氏にやりたいことをやらせてもらえなかったっていう意味の首をかしげたんじゃないかなという気がします。なるほど、まあ、試合こそ支配はしましたがダウンは生まれなかったというこの3分3ラウンド9分間です。だ黒田選手が1ラウンド目から椿原選手に好きなことやらせないっていう動きができていれば椿原選手もっと、ね、失速してた可能性はありますよね。ゲームプランっていうところである程度、はい、もうちょっと行ってもよかったっていうところですかね。そうですね、序盤からもっと黒田選手行っても、はい、リーチを生かした、うん、プレッシャーをかけてもよかったかなっていう気がしますけどね。お待たせしました、判定結果をお知らせします。ジャッジ西村30対29アーカーズバッカラ1人目つばっから、ジャッジ山崎30対28、2ポイント差です。つばっからの勝利が決まりました。3人目もつばっからを支持、判定3対0で勝利は赤コーナーつばっから達也となりました。2連敗はしません、つばっから。これでプロ8勝目ということとなっています。前回大阪大会の K1 では敗れましたが、今度はこのクラッシュ大阪大会でしっかりと白星をつかみました。ヤシノワル選手、どんな印象ですか。そうですね、ダウンはなかったですけど椿原選手の戦い方の理想的な形だったかなと思います。ずっと戦い方を貫いて2ラウンド見せ場を見せたんで、いい試合だったかなと思いますね。まあ、なんか本当にこうしっかりとも自分のものにしていきますね、試合を。そうですね、もうちょいパワーが上がればもっとトップでも通用すると思いますね。なるほど、さあここからさらにダウンも奪ってより見せる試合も作ってくるでしょうか椿原達也。連敗はせずこの大阪の地でしっかりと勝利を取っています。